こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。ずっと、常夏暮らし。太陽の動きに合わせ、居住地を移動する生活形式を、ひまわり生活と言います。これね、まあ、大橋巨泉さんが作った言葉みたいなんですけど、ちなみに大橋巨泉さんのひまわり生活というのは、11月から4月はオーストラリア。日本の冬は、 南半球のオーストラリアの夏なんで、まあ、あったかいオーストラリア、ね。で、ゴルフや、まあ、このギフトショップなんかのね、えー、まあ、運営のチェックというか、そういうのをすると。で、この間、1ヶ月、ね、1ヶ月中41日って書いてあったかな。えー、ニュージーランドにも行って、まあ、ビザをね、永住権を切らさないようにすると。で、4月には桜を見るのに日本に帰ってくる。 そして5月から9月はカナダね、えー、カナダすごいね、過ごしやすい季節なんでカナダに行くと。で9月から11月は日本でまあ仕事をしたり、えー、して、でまた、えー、11月に、えー、オーストラリアに、まあ、帰ると。まあ、帰るというかね、まあ、こういうふうに、えー、季節ごとに暖かくて過ごしやすい場所を移動すると。でそのためにね、 えー、巨泉さんはこの OK ギフトショップをカナダとオーストラリアとニュージーランドに作り、そして、周りだけね、いろいろテレビ出て働いてたわけなんですけど、まあ巨泉さんほどの才能や運がなくてもね、インターネットとアマゾンの力で、まあ私はほぼ同じ生活を実現してます。まあインターネットとアマゾン、それとね、YouTube、Airbnb、ね、極限安くなった。 それらのね、条件が重なり、まあ今ね、まあほぼほぼこの書いてある本読んでてね、ここはほぼ私の生活と似てるなとね。ね、えー、オーストラリア、ニュージーランドは、まあ、ほぼ一緒ですしね、このカナダがヨーロッパになるとまんま私の、えー、生活かなという感じなんですけど、まあ当たり前ですけどね、まあ巨泉さんの、まあ 何百分の一か何十分の1か分かんないですけど、の、え、才能しかないし、え、特にね、すごい稼げる、ね、とんでもないスキルがあるわけでもない。ただ、まあ、インターネットを使って、こうやって動画でね、え、Amazon でえ稼ぐ方法を教える、あるいは Amazon をうまく使って儲けるというのを選択したおかげで、まあ、こういうふうに、まあ、住む場所を自由に移動できる生活ができると。 いうのを実現してますまあねゴールデンウィークだけあるいは、えー、ゴールデンウィークと夏休みと年末年始の休みだけしかま長、あえー、めの休み長、まあ、めったってね1週間前後とかでしょうけど、まあ、取れないとでまあ普段はね気候も悪いゴミゴ見したところで、えー、面白くもない仕事をしてるという生活からね、えー、好きな場所で好きな仕事を 好きなものをやり取りして暮らしていけるというところにね、買われるチャンスがありますんで、まあ、今まさにね、そのオーストラリア、ね、アマゾン始まったとこですけど、えー、これは非常に、えー、チャンスに満ち溢れてます。オーストラリアアマゾンでね、えー、日本のものを販売すれば、まあ、今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。このひまわり生活とかね。 まあ、あるいはひまわりとまで行かなくてもね、えー、好きなところに年1、2回旅行行くだけの稼ぎ、副業で稼ぎたいなという方はね、えー、ここをクリックして、オーストラーアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください、えー。実際にダイソーで買って、まあ、10倍以上で売れ,た売れてる商品とかね、えー、あるいはサポートを受けたい際のサポートの費用とか、サポート内容の案内なんかを書いてあります。えー、ぜひチェックしてみてください。 以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。